こんにちは、癖が強い不動産研究所です。このチャンネルでは、昭和レトロ、狭小、変わった間取り、ガレージ付き、タワーマンションなどの不動産を紹介していきます。変わった不動産を希望の方、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。逆に、普通の不動産を希望の方は、ご覧にならない方がいいかもしれません。今日はプレミアムガレージハウスのご紹介です。今回はプレミアムガレージハウスさんと縁があって、タイアップ動画となります。車とバイクが好きな私は、以前からガレージハウスに興味があり、今回はめちゃくちゃワクワクしている次第です。今回の趣旨は物件紹介もそうなんですが、私のチャンネルでは、年齢的に相続が発生する方が多くいて、相続した土地活用の相談もいただくので、このガレージハウスを、土地活用の方法の一つとして、ぜひ見ていただけたら幸いです。あ、物件に到着しました。これです。おお、動画では何回か見たことある、プレミアムガレージハウスです。実際に見ると、建物は新築のせいもありますが、デザインもシャープな印象でかっこいいです。このプレミアムガレージハウスの特徴として4つございます。一つ目が、フォーマット化されている規格、ガレージの規格、ガレージの上の住居の規格がフォーマットされていて、比較的安価で建てることができます。ガレージは広さの規格はありますが、ガレージ内に2台、ガレージ前に1台と合計3台止められる部屋が多々ございます。二つ目が、低い空室率です。現在、ウェイティングされているお客様も多くて、空室率が非常に低いです。都心の物件ならいざ知らず、基本的に都心よりも郊外に多く作られていて、郊外では考えにくい空室率を誇っています。三つ目は、利回りの安定です。空室率も低いと同時に、賃料もガレージを考慮した設定となるため、比較的安定した利回りが期待できます。四つ目は、上場企業のグループ会社で、建築実績も多いため、安心です。多くのガレージハウスを手掛ける会社がありますが、上場企業の株式会社フィル、カンパニーが 100% 出資の子会社が建築から入居募集まで、ワンストップで行うので安心できるのが魅力です。こちらの部屋です。ランクル300を止めても、もう1台止められるスペースです。4.5 メートルのスパンがあるので、余裕ですね。高さもほぼ2メートルあるランクルも全然気にせず止めることができます。私ならランクルの隣は、バイクを数台止めますね。車やバイクの盗難がニュースになっていますので、このようにシャッター付きガレージの需要が高まっていますが、賃貸では物件数がまだまだ少ないのが実情です。私も自宅近くにあれば、ぜひ検討したいと思っています。まあ、賃料が払えればの話ですが、換気扇もしっかりついているので、空気の循環も心配いりません。エアコンも設置可能のようです。そして、嬉しいのがガレージ内に、水道がございます。洗車もできるし、いろいろと使い勝手がありますね。お湯も使えます。こちらに電源コンセントもございます。車がなくなると、広々しますね。ここで好きなだけ車いじりができると思うと、ワクワクしますね。ここで水を使っても、ガレージ内に水がたまらないように傾斜をつけているのもいいです。ただし、壁は防水仕様ではないので、洗車は外で行うようにしてください。物干しフックもあるので、ちょっとした物を干すことも可能です。また下にはテレビ端子もあるので、ここを部屋的な使い方もできますね。なんと、
EV 用の 200V の電源コンセントもございます。これは便利ですね。EV 車にも対応可能なのは嬉しいですね。もちろんシャッターは電動です。電動シャッター付きガレージは本当に憧れです。ここでも操作はできますが、リモコンもあるのでリモコンキーで操作も可能です。それでは、お部屋を見てみます。玄関扉は車庫側と、道路側からの2箇所にあります。こちらは道路側からの正式な入り口です。玄関は下駄箱はありませんが、奥行きがあって、広いので自分で設置が可能です。セコムがあるので、防犯面も安心です。それでは上へ行きます。今日も大腿四頭筋が鍛えられます。玄関上がってすぐ、洗面がございます。洗面室ではないですが、不便さは全然感じないですね。比較的コンパクトなサイズですが、スタイルも機能性もいいですね。家具も収納があるし、鏡裏も収納なので、歯ブラシセットや化粧品などを置けます。洗面左にトイレがございます。温水洗浄機能付き便座です。棚があるので、予備のトイレットペーパーが置けますね。明るさと風を取り込める窓はいいですね。LDK です。物件にもよりますが、エアコンが設置されています。白いフローリングで、清潔感があっていいですね。冷蔵庫置き場はゆとりのスペースです。どんな機種でも置けますね。キッチンは調理スペースがしっかりとあるので、料理がやる気になりますね。上下合わせてこれだけ収納があるので、調理器具や食器を収納できます。バルコニーは床がタイル敷きでいいですね。正面とお見合いになりますが、基本的にセカンドハウスとしての仕様がメインだし、距離もあるので気になりません。ここにインターホンがございます。その横にセコムの機器が設置されています。こちらは浴室です。脱衣所が広くていいですね。こちらは洗濯機置き場です。ここは収納棚として利用できます。下着類や、タオル類など置くスペースですかね。おー、
浴室結構広くていいですね。窓があるのも嬉しいです。こちらは寝室です。広さも十分ですね。1LDK なので、セカンドハウスじゃなく、通常の自宅としても十分利用可能ですね。こちらは収納です。ハンガーパイプがあるので、洋服がかけられます。土地オーナー様で、土地活用に興味ある方は、概要欄に公式ホームページのリンクを貼っておきますので、そちらからご確認ください。それでは、今回の物件の、クセ強度、を発表します。今回の、クセ強度、は、2、です。貴重なシャッター付き物件。1階をガレージに特化している特徴的な物件なので、2、としました。今回の物件、シャッター付き車庫、しかも複数台止められて、お部屋も新築で綺麗で、結構良かったのでは？こんな癖が強い不動産を紹介していきますので、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。